ブドバル。ブドバルはチェコ、南ボヘミア州のチェスケーブジェヨビツェ市で作られる、ビール銘柄、ブドバイゼル、バドワイザーの一ブランド、ブドバイゼルブドバル、英語、チェコ語、で、ブジェヨビツェブドバル国営会社が製造、販売している。他に、ブドバイゼルベルゲブロイ、英語、チェコ語、バドワイザーバーガーブラウおよびブドバイゼビール、英語、バドワイザービアブランドが、 ブジェヨビツ市民醸造株式会社によって製造・販売されている。本校ではブドバルを含むチェスケーブジェヨビツェさんのブドバイゼブランドのビールについて述べる。中世よりチェコではビールの製造が盛んでラガービールの最も有名な種類である。ピルスナーはチェコのピルゼン、プルゼニュ地方で作られたことに由来する。1265年当時の君主により チェスケーブジェヨビーツェ、ドイツ名、ブドバイスに、醸造所が建設され、1531年には、フェルディナンド国王が、ドーチ産ビールを王室御用多市に指定するなど、高品質のビールを作る産地として、広く知られた。ブジェヨビーツェの醸造所は18世紀には2つの大規模、醸造所に集約された。このうち、ブジェヨビーツェ市民醸造。 ピベバー・プレベザット・バディジョ・ビッキー・ミー・メスティには、地名、ブドバイスを銘柄して使用することを自治都市の理事会で、初めて許可された、醸造所で、ドイツ語でブドバイスの市民醸造所を意味する、ブドバイゼル・ベルゲブロイブランドでビールを製造。1795年に法人化した。チェコ合同醸造、セスキー・アクスビ・ピベバーは、ブドバイゼル・ブドバルブランドでビールを製造し、1895年に、 法人化。いずれもヨーロッパを代表するビールブランドの一つとして広く親しまれた。ブジェヨびチェ市民醸造は1871年にブドバイゼルベルゲブロイ、ブドバイゼルビールを初めてアメリカに輸出。後、チェコゴードを醸造も1895年から台米輸出に参入したが、米国国内でバドワイザーを商標登録していた米アンハイザー物資者との間で、 訴訟が発生した、後日、両者は、第二次世界大戦中に、ドイツ資本参加に収められた後、戦後の1946年に、チェコスロバキア共和国政府に接収。1948年7月に、政府所有、管理の国営会社、チェスケーブ・ジェイオビッツ醸造国会社、チェスコブダホビッチ・ピベベリー、NP に転換され、さらに1ヶ月後に、 南チェコ醸造国営会社 G. ーホーシュスクピベベリー NP に改称した。南チェコ醸造の第一チェスケーブジェヨビツェ醸造所となったキューブジェヨビツェ市民醸造では、ドイツ語に由来するブドバイゼルベルゲブロイブランドが使用できなくなり、代わりにブジェヨビツェのシンボルである噴水名にちなんだサムソン、サムソンをブランドとしたため、ブドバイゼルのブランド名を失った。 また、醸造署名も1960年に、サムソン醸造所、ピベバー・サムソンに改称された。さらに政府は1967年に、南チェコ醸造から旧チェコ合同醸造を切り離して、食品産業省所有の新会社、ブジェヨビチェ・ブドバル国営会社、バディ・ジョビッキー・バッドバー、ナラドニー・ポットニックに事業を承継。ブドバイゼルブランドを、ブドバイゼル・ブドバルに一本化して集約させた。 チェコスロバキアでは社会主義政権末期の1988年に政府を出資者とし直接企業を所有管理しない国有会社 STTN ポットニック SP 制度が発足し民主化後の1990年までにほとんどの国営会社が国有会社に転換後民営化が進められたサムソン醸造所は民主化した1989年に 第一部ジェヨビツェ醸造所、サムソン、プラベンブルデジョビッキーピベバーサムソンに改称して、ブドバイゼルブランドを復活、1992年に、南チェコ醸造チェスケーブジェヨビツェ株式会社、ジーホーシュスクピベベリーセスキワーダホーバス、AS として株式会社に転換した。2001年に醸造所の再編統合に合わせ、創業時の名称である、ブジェヨビツェ市民醸造株式会社、 バディジョビッキー・メストンスキー・ピベバー、a s に解消した。一方、ブジェヨビチェブ・ドバル国営会社は、現在も国営会社として商業を登記された唯一の国営会社である。しかし、国有機関及び資産の法的地位について定めた、チェコの国家財産管理法、00法律、第219号の改正法、2002年法律、 第202号における経過規定においては、対象から除外され、ブジェヨビツェブドバル国営会社に関しては別の特別法によって定めると明記さたにもかかわらず、同社に関する特別法は制定されなかったため、国家所有の法人としての法的地位を事実上、失った状態が続いている。これを受けブジェヨビツェ市民醸造は2003年に、 ブジェヨビチェ・ブドバル国営会社の商業登記無効を訴えたが違法ではないとして2005年に交際の控訴棄却判決が確定した。チェコ政府部内では早急な特別法の制定、さらに民営化を含む企業形態転換が必要だとして議論が繰り返されているが、ブドバイゼル・ブドバルの商標権買収を狙う米アンハイザー物資社対する警戒も重なり、 具体的な問題解決には至っていない。ブドバイゼルブドバルは地下320メートルより汲み上げた軟水と粉末にした麦、高品質で知られるザーツホップを使用。オーソドックスではあるが厳選された原料を使ったプレミアムビールであると言える。ピルスナーの特徴である淡い黄金色をしておりドライで爽快感がある。ボディはやや強め。喉越し後に ホップの苦みと豊かな香りが広がる。ブドバイゼル・ブドバルとアメリカ合衆国のビール会社アンハイザー・ブッシュ社のバドワイザーは商標をめぐり世界各国で争っている。1876年にアメリカのドイツ系移民のアドルガス・ブッシュが自らが発売したピルスナータイプのビールに欧州で有名なビール産地ブドバイスにあやかってバドワイザーと命名し 米国国内での商標を得た。当時欧州でブドバイゼルブランドのビールを販売していた、ブジェヨビツェ市民醸造及びチェコ合同醸造とアドルファスブッシュとの間には関係はなった。20世紀に入って、両者の間で商標権をめぐる訴訟に発展。米アンホイザーブッシュブルーイングアソシエーション社、アンハイザーブッシュ社の前身と、ブジェヨビツェ醸造及びチェコ合同醸造の間で、 1911年及び1939年の2回に、渡って合意が成立し、チェコ側の2社は、北米大陸及び米保護領に限って、バドワイザーの商標形を放棄した。現在、ヨーロッパの主な国では、バドワイザーはその商標を使うことが認められず、バット、バド、ブッシュ、ブッシュの名前で販売されている。逆に、アメリカ、カナダでは、ブドバイゼル・ブドバルは、 チェクバー、チェコバル、ブドワイゼルベルゲブロイは、バドアイスシティビア、ブドバイスシのビールを略した、ブバーガーブラウ、BB ベルゲブロイの名前で販売している。日本では、バドワイザー、バドワイザーは、アンハイザー物ュ社の登録商標であるが、チェコ側の商標権放棄を、北米大陸及び米保護領に限るとした1911年、及び1939年合意の有効性。 認められており、米国社製バドワイザーとの誤認の可能性がない限り、ブドバイゼル・ブドバル、バドワイザー・バッドバー、ブジェヨビキ・ブドバル、バディジョビッキ・バッドバーと記されたブジェヨビチェ・ブドバル、社製ビールの輸入、販売は制限されない。アンハイザー・ブッシュ社は、世界中で、バドワイザーの名で販売するため、ブドバイゼル・ブドバル国営会社に、商標の買い取りを申し出たがブドバル側はこれを、 拒否している。アンハイザーブッシュ社がスポンサーとなった2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会でバドワイザーは球技場内の広告をバット及び中国語名の100位とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。